富山地方鉄道 T100 系電車は、富山地方鉄道が、富山軌道線用に2010年から導入を開始した、超低小路面電車車両である。現在4編成が運用中である。富山地方鉄道富山軌道線の主力車両で7000、系の車令が50年に及ぶことから、代替車両として、アルナ車両のリトルダンサータイプ U の進化系を選定、国、富山県。 富山市の補助を受けて2010年から導入が開始された。愛称のサントラムは公募によって決定されたもので、2010年4月28日の運行開始時に発表された。この名称は、三両連接ポートラムセントラムに次ぐ富山市内、三番目の LRT 車両、太陽の英訳、三にあやかり、三前と輝く前途に期待を込めて、 などの意を複合しての命名である。富山地方鉄道と山起動線には、2009年に、都心環状線の新設開業時にも超低床車両、急線系3両が導入されているが、これは、富山市が、将来予定している、富山高線との接続開業時に同線との、相互乗り入れを目途として、富山ライトレール TLR0600 型と、 同系の車両を購入して、富山地方鉄道に貸し付けているもの。したがって、この T100 型が、富山地方鉄道の所有する、初の超低小車両である。また、富山地方鉄道の伝統の車番付与形式である、で形ではないことも特筆される。サントラムも9000系セントラムも従来の、単車型電車より、 全長にして長めの大型連接車両ではあるものの、製造元は元より形式形状に至るまで全く異なった車両である。車両は三車体二台車による連接車で、前後の車体に台車を装備、中間車体は前後の車体間に掛け渡されたフローティング車体となっている。台車は独立車輪方式ではない二軸ボルスタレス台車であるが、台車が 車体に固定され回転しない構造を採用したことにより、超低床車のネックとされる、大車部での最小通路幅 820mm を実現、狂気軌道のデメリットを感じさせない仕上がりとなっている。全体的な基本スペックは、豊橋鉄道が2008年に導入した T1000 型と、ほぼ同一であるため、車体デザインや、車体長、道は、窓の配置に至るまで、 全く同一、同型であるが、全消灯周りの処理など細部には、オリジナルデザインも見られる。内装に関しても、座席配置や、床面幅、車椅子スペース等ほぼ、豊橋鉄道 T1000 型に準じたものとなっているが、運転席背面の停留所案内などの、情報案内を行う、カラー液晶モニターの上部に、T1000 型にはないと山市内線車両特有の文字、 案内表示装置、通称、見えるラジオを装備している。外装は、白色のボディに、両サイドの窓の下には3編成それぞれ違う、色のラインが入っており、T101 が黄緑、T102 が赤、T103 が青、T104 が、木となっている。2011年度末時点での導入台数は1両、のみであったが、2012年度にも、 増備予算が組まれており、2013年2月10日より、乗り心地工場のため車両に一部改良を加えたに編成目の T102 が営業運転を開始した。また現存するで7000経営12両をすべて順次本形式に置換することが決定しているが、2013年に、富山地方鉄道は、今後後の6年で4編成を導入する計画を発表した。 2015年に3編成目の T103 が営業運転を開始した。2017年11月13日に4編成目の T104 が営業運転を開始した。T102 特急ジャーラッピング車前術の通り、運行開始は2010年4月28日。神通川に架かる旧富山大橋は、もともと幅が狭く単線軌道分しか確保できない上、 古い設計基準と老朽化のため重量制限が厳しく T100 系電車やセントラム等は侵入、渡し橋が安全上不可能であった。このため運用開始当初は1系統での運用しかできないという制約があった。富山市は橋の補強、拡幅ではなく掛け替えを決定2006年より急遽の北側に新規に 伏線軌道と片側2車線の車道が確保できる新橋の建設を開始した。2012年3月24日に新しい富山大橋が完成、開通渡り染め式にサントラムがシンボルとして参加、その後新富山停留場大学前停留場を発、走行して、侵入制限が消滅したことを内外に示す運用を行った。 これに関連して、安野屋停留場大学前停留場の単線区間の複線化とインファンド起動化、ホームの移設と屋根付け化などが行われ、利便性の大幅な向上が実施された。2012年4月5日、サントラムのダイヤ改正が発表され、翌4月6日から正式に2系統での運用が始まった。3系統も企画としては入線可能であるが、 営業開始からしばらくは営業運転が行われていなかった。2012年10月13日に行われたビートラムミュージックフェスティバル2012において T100 型がトラムステージとして富山都新線内を走行した。2013年2月23日頃からで急線、K の検査によるダイソーで同社が富山都新線で営業運転を行うこともあった。 2020年3月21日から、富山機動線と富山高線の直通運転開始による運用の変更で、富山都心線へ定期的に入線するようになった。富山機動線と富山高線の直通運転開始により、富山高線でも使用されるようになった。これに先立ち、ATS が設置されている。AB サントラム新たに一変性富山地鉄の路面電車。北日本新聞2017年11月14日35面。ABC、サントラム4号指導富山地鉄の路面電車。北陸新幹線で移行。北陸、新越観光ナビ。2018年10月8日閲覧。愛称は、サントラム、3両編成の新型車両が運行。チューリップテレビ。 2010年4月28日閲覧。運航会指示の富山地鉄社長挨拶より、北日本新聞2013年2月5日3年、北日本新聞2013年2月5日3年、新富山大橋開通式の様子。北日本新聞。オリジナルの2012年7月16日時点における、アーカイブ。 https://archive.md/gyrhat サントラム運行時刻表富山地方鉄道ホームページ富山地鉄 T100 型が環状線を代走する railf.jp h t t p r a i l f j p n e w s 2 0 <noise> 1 7 0 7 1 0 1 6 0 5 0 0 h t m l ハット富山地鉄富山駅南北の路面電車直通運転を開始。RM ニュース Real. h t t p s ュ a l ル h o b i d a s c o m r m n e w s 2 6 0 3 6 5新時代へ、安全つなぐ富山地鉄、森山整備人筋誇り高く。北日本新聞。https://webun.jp/.item/.7647000、カタール富山サントラム。 みんなの思いを形に、青力結縮。ラッピングプロジェクトのラッピング車両が運行を開始しました。カタール富山。オリジナルの2014年3月1日時点におけるアーカイブ。h t t p s a r c h i v e m d f a y v s ット特急ジャーラッピング電車の運行について。富山地方鉄道。 オリジナルの2014年9月5日、時点におけるアーカイブ。https://archive.md/wpd6e。ありがとうございます。